那你请我。击中你。好气的你。ただいま、ただすの森を進んでおります行列についてご説明させていただきます。まず先頭を進んでおりますのが、当日の行列および車道の経営にあたる検非違使の役人の列でございます。路頭の儀をご覧いただいております皆様に重ねてのお願いでございます。どうぞお持ちのカメラの設定を今一度ご確認くださいませ。大変馬はデリケートな生き物でございますので、どうぞフラッシュの撮影は、ご遠慮いただきますようにお願いを申し上げます。While watching the procession, we would like to again remind you to please turn off the flashes on your camera or smartphone. They may spook the horses, so we'd like to ask your request. Thank you very much. 스마트폰 자동 카메라를 갖추시는 분은 다시 한번 플래시를 확인해 주시기 바랍니다. 감사합니다. ただいま行列が進んでおりまして、最初の経営の職員列に続き、国司町の次官山城遣いの一等の列、直使の護衛を務めまして、特に当時都の人々に親しまれました路頭の儀にいかめしさを避けるため、文官らしい民衆への心遣いから風流絶美を尽くしました風流傘が包んでおります。この前後には楽器としての漁物のワゴンを持った近衛府の歌や舞に連達しました舞人礼人の騎馬の列が続いております。
勅使の列に続きまして、勅使のご祭文を捧げ持った蔵の業の時間を応援する役人の列が続きます。行列の写真撮影をされている皆様、重ねてのお願いでございます。カメラの設定が自動になっておりますと、フラッシュが自動的にたかれてしまいますので、今一度設定をお確かめくださいませ。大変馬はデリケートですので、フラッシュに反応して暴れてしまう可能性がございます。事故を未然に防ぐためにどうぞご協力よろしくお願いいたします。入るだろうな、外から歩いて。Again, we would like to reiterate, please turn off the flashes on your smartphone or cameras. These flashes will spook the horses and cause an accident. Thank you very much. 휴가 모신 사람부터 다시 한번 부탁 말씀드리겠습니다. 스마트폰 자동 카메라를 가지신 분은 플래시 촬영이 금지되어 있으니 지금 확인해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 再一次的提醒各位来宾，在队伍进行时，请各位来宾照相或使用行动电话时，绝对不要使用闪，绝对不要使用闪光灯，因为自动闪光灯会使马受惊，非常的危险，请各位来宾注意，谢谢你们的合作。国王号もこの日ぐらいの出方。然后你会突然觉得，但是我都可以讲这么多。
時代ですね。ちょっと二人時代で、まあ、多分なんか合ってんのか合ってないのか分かんないけど、ちゃんと演奏してた。しかも演奏してたんですよ。あ、ボーってやってたんですか。あ、演奏じゃないですか。音出してる。音出してる方がなんか来たかな。来たかな。ちょっと見上げ直るのかなって。それちょっと装飾した方がいい。我没有听懂他在说什么，但是反正他就是在就是。皆様にご覧いただいております路頭の儀、一番後ろの列がただいま今出川の辺りを通過したとのことでございます。かなり行列も進んできておりますが、まだ後ろにはそれだけ、列が続いております。いかにこの行列がそれだけの人数がおります、非常に壮大なものかということがお分かりいただけるかと思います。ただいま行列に屋根の部分に黄色い花を凝らしました冬傘が進んでおります。お祭りの列を豪華にするために普通の主傘の他に大型の傘に紺の錦水引き幕を張り、草を垂らしてあふれんばかりの造花で飾っている傘でございます。この最後列は男子ばかりの直視の列に後に続くもので、まず検非市長の下級役員でございます課長の後、採用に使える高級旅館内市女別荘のほか女部女樹が続き、そして例年行列協賛会を中心に人選されました採用代がおよよというおこしに乗ります。ただいま忠の森入り口より西王大様ご到着でございます。本年第61代西王大でございますのは西村若さんでございます。西王大様の後に胸のり女および額を奏します西院のクロードところの米獣とともに進んでまいります。ご覧いただいております皆様、華麗なる女人列、お写真に収めたいお気持ちは分かりますが、女人列乗っておりますのは馬でございます。今一度フラッシュの設定をお確かめくださいませ。馬が暴れてしまいましては、この麗しい列も台無しとなってしまいます。どうぞ皆様のご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
最終列には牛車が続きまして、最も位の高い女官であります女房として今等身大の人形を登場させております。この女房の十二人への橋が車から出ていることを見出し犬と申しております。皆様にご覧をいただきまして、お分かりいただけるかとは思いますが、このように風流を尽くしましたことを一日晴れといい、特に最後列は青い桂のほかに桜と橘の風流をつけております。それでは行列がすべて忠相の森、そして下鴨神社の方へと向かってまいっております。車道の儀が始まりますまではひとまず説明を終わらせていただきます。